クラウス・ヘルト、クラウス・ヘルトは、ドイツの哲学者。研究分野は、エトムント・フッサールとマルティン・ハイデッカーの現象学、古代哲学、政治哲学。ドイツ国立学術財団の支援を受け、ヘルトは1956年から1962年に、渡り、ミュンヘン大学、ボン大学、ケルン大学で哲学と、古典文献学を学んだ。1962年に、 ケルン大学で博士号を取得し、1963年から1970年まで、哲学者、ルートビヒラントグレイベの助手を務めた後、1970年に、ハビリタチオンに合格した。1971年、アーヘン工科大学の教授に着任した。1974年、ブッパータール大学の哲学講座に移り、同大学の評議員に就任した。以降、 ヘルトの下で学術研究、博士研究を行うため世界中から研究者や学生が集まった。1987年から1991年までブッパータール大学の学務副学長を務めた。2001年名誉教授になった。教育基盤を整えた功績により、ヘルトはブッパータール哲学の父として知られている。1974年以降、ヘルトは ヨーロッパ、南北アメリカ、アジア、そしてアフリカの各地で講義を行ってきた。過去には研究員、客員教授として来日、滞在していたことがある。また、ニューヨーク州立大学、ストーニーブルック校、香港中文大学、ソウル国立大学の客員教授も歴任した。さらに、ヘルトはドイツ研究振興協会の顧問を務め、ギムナジウムにおける、 哲学教育と国家試験の哲学科目について助言を与えた。1987年から1994年までドイツ現象学協会の会長を務め、1992年から1998年の間、ブッパータール大学とボーフム大学の現象学、解釈学研究科の創設に携わり、研究科長を務めた。クラウス・ヘルトは、 エトムント・フッサールが創始した現象学の後継者として研究を続けている。ヘルトは現象学を世界の現象学として、また古代ギリシア人が抱いた哲学と科学の最古の思想を近代において再考するプロジェクトとして理解している。フッサールの生活世界という概念とマルティン・ハイデッカーの思考における現象学的要素を主な参照項としている。 ヘルトによる世界の減少学は政治世界の減少学と自然的生活世界の減少学に2分される。前者はハンナアーレントの思想を参照しつつ、政治哲学に対して新たな歴史的、体系的基礎づけを行おうとする試みである。ありがとうございます。